阪急阪神東方グループ阪急阪神ホールディングスアルナ車両アルナ車両株式会社は主に機動線向けの車両製造及び鉄道車両の改造整備を行う企業路面電車車両の国内トップメーカーとして高いシェアを誇っている阪急阪神ホールディングスの連結主会社で阪急阪神東方グループに属する2001年12月に設立後 2002年4月1日に旧アルナ後期株式会社から機動線向け車両、製造、保守事業と鉄道線向け車両保守事業を会社分割により承継した。アルナ車両の製品、リトルダンサーの一つである、鹿児島市交通局7000系電車アルナ車両は2001年12月にアルナ輸送機用品、 アルナバンと共にアルナ後期の車両部門の一部事業を継承する会社として設立された。設立当初、阪急電鉄などの車両の保守、更新工事に特化した企業となる予定であったが、路面電車製造で約8割のシェアを占めていたことから、運行事業者からの車両生産存続の要望が強く、分社実施の直前に、機動線系電車に限定しての生産継続が、 決定された。アルナの商標権も継承している。発足当初は、兵庫県天ヶ崎市の旧アルナ工期、天ヶ崎工場内に事業所を置いていたが、阪急電鉄商弱工場内の現在地に、新しい生産設備が2004年4月に完成すると、同時に移転している。現在では、鉄道車両用のモーターや、冷房装置、座席などの整備も手掛けているほか、 近年は阪急電鉄及び阪神電気鉄道向けに他の車両メーカーと共同という形で鉄道線向け車両の製造実績やグループがいい他社車両の車体修繕実績もある。ありがとうございます。